皆さんこんにちは。日本列島が祝福ムードに包まれたドジャースの大谷翔平選手の結婚発表。これほどメディアに注目されていながら、これまでノースキャンダルということもあり、 SNS では称賛の声も相次ぎました。しかし衝撃のニュースが入ってきました。エンゼルス時代から専属通訳として大谷翔平選手を講師でサポートしてきた水原一平通訳がドジャースを解雇されたと20日 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者ら複数の米メディアが報じました。今回は大谷翔平選手の通訳として有名な水原一平さんの解雇報道とインタビュー内容、メディアの反応についてまとめてみましたので一緒に見ていきましょう。 LA タイムズによると、水原通訳は大谷選手の代理人弁護士から、大谷選手の資金を違法なブックメーカーでかけるため大規模な窃盗に手を染めたと告発されました。2人の情報筋が同紙に語ったところによると、関与した金は数百万ドルに上ると言われています。米スポーツ専門局 ESPN は、少なくとも大谷選手の銀行口座から450万ドルが使われたとしています。連邦捜査局が南カリフォルニア州のブックメーカーマッシュ・ボイヤー氏の違法賭博を捜査していたところ、大谷選手の名前が浮上。メディアからの問い合わせもあり、大谷選手の代理人弁護士が詳細を調べたところ、大谷選手はあくまでも被害者であり、水原氏の関与が明らかになったとそうです。米スポーツ専門局 ESPN も電子版で商法、大谷選手の口座から少なくとも450万ドルが送金されたと伝えていて、 ESPN は昨年9月と10月、大谷選手の口座からボイヤー氏の口座に50万ドル約7500万円ずつの送金があったことを確認しています。水原通訳は大谷選手といつも一緒でした。グラウンド内だけでなく、車で球場への送り迎えを行うなど移動も共にし、日米のファンからの人気も非常に高い人物でした。20日に韓国ソウルで行われたパドレスとの開幕戦でも当然ベンチ入り。試合後はいつも通り大谷選手の囲み取材で通訳を行い、そのまま2人でクラブハウスを出て帰りのバスに向かっていました。最近では大谷選手の妻マミコさんと試合を観戦する水原通訳の夫人にも注目が集まっていました。まだ球団ホームページに水原通訳の名前はありますが、球団広報が解雇を認めたとされています。大谷選手所属の法律事務所バーク・ブレトラーも、最近のメディアからの問い合わせに対応する過程で翔平が大規模な窃盗の被害に遭っていることが判明しましたと声明を発表しました。また水原通訳の賭博相手とさレル・マシュー・ボーウィー氏については、大谷翔平とは会ったことも話したこともメールをしたことも接触したこともないと伝えられました。 MLB の賭博ポリシーでは、選手、審判、球団、リーグの役員、従業員が賭けを行うことや、他のスポーツで違法な賭けをすることを禁止しています。違法なブックメーカーやその代理人と賭博を行った場合の罰則は MLB の規則には明記されておらず、コミッショナーが行為の事実と状況に照らして適切と考える罰則に委ねるとされるが、現時点で MLB は検察からの連絡を受けていない模様です。そんな水原氏は19日に大谷選手の所属事務所の広報担当者が手配した ESPN のインタビューに応じました。ここからは水原通訳のインタビューについて見ていきましょう。明らかに彼はそのことに満足しておらず、二度とこのようなことをしないように私を助けると言ったと証言。さらに翔平が賭博に全く関与していなかったということをみんなに知ってもらいたい、私がこれが違法であるとは知らなかったということを知ってほしい、私は苦労して教訓を学んだ、スポーツ賭博は二度とやりたくないと語っていたそうです。またなぜ大谷選手が坊や氏側に直接支払うのではなく水原氏に資金を渡さなかったのかと尋ねられた水原氏は、翔平はお金に関して私を信頼していないと説明、翔平は私にギャンブルでお金をなくしてほしくなかったと続けたそうです。しかし水原氏はその後、翔平は私の借金のことは知らず送金もしていないと当初の説明を撤回し、大谷名義の送金は誰が行ったのか不明瞭な点が残っています。また大谷翔平投手の通訳を務める水原一平氏が、前日20日の開幕戦が終わった後、球団のクラブハウスで選手らの前で自身がギャンブル依存症であることを告白したと20日米スポーツ専門局 ESPN 電子版が伝えました。ここからはメディアでの反応を見ていきましょう。コメンテーターでタレントの長嶋一茂さんは、水原通訳の解雇報道を僕もたった今聞いてと明かし、20日に開幕を迎えた大谷選手の活躍したニュースに水を差したっていうレベルではないし、事実だとしたら憤りしかないと憤慨していました。
さらに僕らがショックを受ける以上に大谷選手本人がね、家族ぐるみで水原一平君とはお付き合いあったと思うし、長年の信頼感があったと思うし、その信頼感も含めて本当に大谷選手に今後のパフォーマンスに影響が出ないかって心配でしょうがないとコメントしていました。また俳優の谷原章介さんが自身で MC を務める番組内で、今回の違法な賭博疑惑に大谷さんの資金を横領しただけであれば民事じゃないですかとし、賭博した先が違法な賭博であった場合は刑事で訴追されると思うんですが、それによって今後水原さん逮捕される可能性は出てくるんですかねとコメンテーターで同局解説委員の風間進氏に尋ねました。これに風間氏は、今のところ報道では違法な賭博ということで報じられていますので、そこを最終的に確認しなければいけないですがとし、そういうことになれば刑事の訴追を受ける可能性は当然ありますと解説していました。谷原さんは騒動を振り返り、大谷さんがこれまで暗いダーティーな報道は僕はあまり見たことがなかったのでショックを受けましたけど、一番ショックなのは大谷さんでしょうねとコメントしていました。さらに今回の違法賭博関与疑惑に残念でしょうがないですと憤りを表していました。水原氏解雇の突然の報道にネットも騒然。一平さん違法賭博、ドジャース解雇、大谷資金など関連ワードがトレンド入りしました。何がなんだかな、胸がざわざわする。どういうこと、昨日も隣にいたのにフェイクニュースであってくれなど衝撃が走っています。また水原一平さんの解雇を受けて大谷翔平さんのメンタルが心配。大谷君大丈夫かな、これから誰が通訳するんだろう。昨日もあんなに仲良さそうだったと、水原氏と講師ともに二人三脚で歩んできた大谷選手を心配する声が多く上がっています。21日には韓国でパドレスとの開幕第2戦を迎えまするが、今後大谷選手の通訳はどうなるのでしょうか。大谷選手は昨年に受けた右肘のトミー・ジョン手術を受けたことから、今季中に投手として復帰する可能性は限りなく低く、ピンチを迎えたマウンドなどで監督、投手コーチ、捕手などと早急に意思疎通を図る必要のある場面が訪れる可能性は低いと言われています。ただ大谷選手は過去6シーズンにわたってメジャーでプレーしてきており、試合映像などを見ていても水原通訳を介すことなくチームメイトなどとコミュニケーションを取る場面が幾度となく見受けられており、現時点では通訳不在でもプレーに支障がないレベルの語学力を要していると思われます。チームには今季からメジャーに移籍した山本由伸投手の通訳を務める園田氏が在籍していて、有事の際には園田氏が大谷の通訳を兼務する可能性が大きいと言われているようです。現在ドジャースは韓国で開幕シリーズを戦っており、水原氏も夫人と共にチームに帯同していました。16日に行われた大谷、ベッツ、フリーマンの3選手による合同記者会見では3選手の通訳をこなし、前日の開幕戦では試合後のクラブハウスで日米報道陣の取材に応じた大谷選手をサポートしていました。水原氏は大谷選手が13年に入団した日本ハムで外国人選手の通訳を務めた後、同選手の18年のメジャー移籍に合わせて一緒に渡米し、昨オフには10年7億ドル、当時の為替レートで約1015億円のメガ契約を結んだ同選手と共にドジャースへ移籍しました。大谷選手が最も信頼してきた人物の一人でもありました。大谷選手のメンタルが心配です。いかがだったでしょうか。開幕戦から一夜明け、21日の第2戦では山本由伸選手のメジャー初登板をサポートする予定でした。大谷選手らの精神的ダメージも心配ですが、世界中に大きな衝撃が走っています。今回は大谷翔平選手の通訳として有名な水原一平さんの解雇報道とインタビュー内容、メディアの反応についてまとめてみました。結婚報道で注目されていただけに、この水原一平さんの解雇報道は誰もが驚きを隠せない内容だったのではないでしょうか。皆さん、水原一平さんの解雇報道とメディアの反応についてどう思いましたか。感想や取り上げてほしい芸能人、有名人がいらっしゃいましたらコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。